マリー・ピエルスは、フランスの女子プロテニス選手。1995年の全豪オープンと2000年の全仏オープン女子シングルスで優勝し、4大大会2勝を挙げた実力者である。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス3位。WTA ツアーで、シングルス18勝、ダブルス10勝を挙げた。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 単純な英語読みによるメアリー・ピアースなどの表記揺れも多いが、本記事ではフランス語読みに近いマリー・ピエルスの名前で記述する。出身地はカナダのモントリオールだが、13歳の時にフランス国籍を取得した。テニスを始めたのは10歳の時で他の選手に比べるとかなり遅かったが、父親のジムが娘に厳格なスパルタ教育を施した。 1989年に14歳でプロ転校。1994年の全仏オープン準決勝にてシュテフィグラフをストレートで圧倒したが、決勝戦ではアランチャ・サンチェス・ビカリオに敗れて準優勝になる。翌年の1995年に全豪オープン決勝でそのサンチェスに接続を果たし、20歳で4、大大会初優勝を達成する。 モデルの仕事をこなすほどの美貌や豊満な死体もあり、最初区見の女子選手として期待を集めたが、その後は故障による長期間のスランプに悩んだ。1997年に全豪オープンで2年ぶり2度目の決勝進出を果たしたが、当時16歳3ヶ月のマルチナ・ヒンギスに2から6、2から6で完敗し、女子テニス4大大会における、 史上最年少優勝記録を目撃する。この年は女子国別対抗戦、フェドカップでフランスチームを初優勝に導いた。女子ツアー年間最終戦の WTA ツアー選手権でもヤナノボートナとの決勝まで進んでいる。2000年の全仏オープンで6年ぶりの決勝進出を果たし、今度はコンチタ・マルティネスを6からに7から5で破って初優勝を決めた。 フランス人の女子選手が地元の全仏オープンを制覇したのは1967年のフランスワーズデュール以来33年ぶりの快挙であった。この大会ではマルチナ・ヒンギスとペアを組んだダブルスでも優勝し単ク2冠を獲得している。この全仏優勝の後、ピエルスは再び大きな故障に悩み、1年近く戦線離脱を強いられた。それを乗り越え、 2005年の全仏オープンで5年ぶり3度目の決勝進出を果たしたが、ジュスティーヌ・ウェナン・アーデンに1から6、1から6で完敗、同大会では2度目の準優勝となる。この年は、全米オープンでも30歳にして初の決勝進出を果たすが、キム・クライシ・テルスに3から6、1から6で敗れて、準優勝に終わった。年末の WTA ツアー選手権でも8年ぶり2度目の 決勝進出で同じフランスのアメリモレスモに7から5、6から7、4から6で敗れた。ウィンブルドンでの自己最高成績は1996年と2005年のベスト8である。1996年のウィンブルドン準々決勝ではセンターコートで日本の建機美子に6から3、3から6、1から6の逆転で敗れている。 2005年は9年ぶり2度目の準々決勝でビーナス・ウィリアムズに敗れた。2度目のベスト8に入った時は混合ダブルスでインドのマヘシュブパシと組んだ優勝がある。ピエルスは2006年10月オーストリア・リンツ大会の2回戦ベラズ・ボナレワとの試合を途中棄権したのが最後の公式戦出場になった。2007年全仏オープンでピエルスは 女子シングルス決勝終了後の表彰式に登場し、大会3連覇を達成したジュスティーヌ・エナンに優勝カップを授与した。ピエルスは2008年北京オリンピックのフランス代表選手に選ばれたが怪我のため欠場した。ピエルスは2019年に国際テニス連動入りを果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。